朝どのくらい切りたいなとかって、そもそも似合うショートがあんまりわからないので、どうなのかなってちょっと思って前切ってもらった時になかなか納得ができないというか、自分が思ってたのとちょっと違うなっていう感じだったので、もう吸水が立っていて、お顔のパーツがちょっと真ん中に寄りやすいタイプのお顔のタイプにしていて、この余白だったりとかが割と目立ちやすくなって、余白をなくしていけると顔ってめっちゃちっちゃくなる。ちょっと雰囲気も変えたいなって感じ。そうですね、どうせなら前髪作りましょう。まず簡単にセットができるぐらいの長さっていうのも含めて、ちょっと今このぐらいの長さ絶対似合うと思うので、はい、このぐらいでいきます。お願いします。2本なんか。